帝国歌劇団花組出撃。さあ、伝説の花組とのミニゲームです。やってみようかな。私の華麗な勝利お見せいたしますわ。はい、じゃあ桜大戦ちゃん論世を求め2回目の実況です。やっていきましょう。前回は勝ち抜き戦の途中で引き分けになっちゃったんだよね。それでは勝ち抜き戦を始めますね。まあここの説明は前回と同じなので、まあ5人勝ち抜くっていうことをね、改めてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。伝説の花組のメインヒロイン新宮寺さくらさんが直々に最初のお相手ですね。今回のお題はマリアかアイリスですね。どちらか一つを組み揃えなきゃいけないですね。一応ルールの復習をします。丸印がもう出てるのでお分かりかなと思いますが、同じ絵柄を、3枚1組揃える。それを3組揃えて9個できれば上がりの形になるよってことです。で、3つ出てるとこうやってお題を増やしますって書いてるような必殺技が使えます。まあこんな感じで、今だったらレギだったらお題を1種類増やしてくれるということですね。なかなか来ないな。マリアもアイリスも来ないな。流れちゃうな。こんな感じで拾っては捨ててを繰り返していって、ちょっと今は全く揃わなかったのですが、3つ同じ絵っていうのを3組揃えればとにかく上がりっていうわけです。簡単です。まあ絵合わせって言葉を使っていましたが、麻雀の超簡単バージョンっていう風に思えば OK ですね。あー、どうしたかな。自分のパイを入れ替える、お題パイを引き入れる、やりましょう。いくでー。はい、あー、いいじゃん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 。白パイは全部違う絵柄なので、白っていうだけでとにかく3つ揃えれば OK です。わー、1大神、迷うね。思い切って指令捨てる。うやー、もうやりました。思わずうなって咳き込んでしまいました。もうこんな感じで特定の組み合わせができると役になります。お上手っていうのは大神がレギと一緒に水泳訓練したミニゲームですね。でお題は今レギがお題だったので、お題が多ければその分得点も増えます。ロングだと単純に2倍です。あんま大した役がなかったので、3400点です。はい、で得点ご覧の通り基本的にプレイヤーにちょっと有利です。最初はこの役はちょっと作れませんよ。いや、作れるよ大したことないよ今の。はい、狼さんが親ですよ。お、バラ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 ってちょっとそんなバラつかなくてもそんなバラつかなくてもいいでしょう。お、バラ組揃うんじゃない。白牌は9個とも絵柄が違う代わりに特別な組み合わせで3個揃えば
それだけで役になります。ちょっと、お、来たー、一応出しておきましょうか。じゃあこんな感じで役一覧があるんですよ。で、後ろの方にこれですね、白牌自体の組み合わせがあるので、上から2番目のバラ組が今は成立した状態になりました。ただね、ちょっとね、揃わなすぎだよね。お、風組もチャンスだったんですけども、まあいいでしょう。とりあえず、勝負です。ちょっと、やー、あまりに不利だな、流れが。これで勘、あー、大神捨ててるから大神乾杯だな。いやー、最初から負けちゃったじゃん。なんもいいとこね。もう、こんなん面白くないじゃん。もう、あの、初戦なので、これ、ノーコンティニューにこだわってますが、あの、初戦はあんま意味ないと思うので、普通にコンティニューします。なんだかなぁ。よろしく。はい、お願いします。ちょっとなんか萎えちゃったな。はい、さくらがボーナスパイです。対戦相手の牌を揃えるとそれだけで役になりますってことですね、ボーナスパイは。はい、お題はレニとアイリス。うっしゃ、アイリスいきなり来たな。いや、さっきのバラ組チャンスもったいないな。なんかせっかくいいチャンスだったのにな。あー、まあいいや。お、さくら揃ったな。ローン上がりを自動的に防ぐ、自動的にリプセ発動、相手がローンをした時に勝手に防ぐっていうのが出てくるってことですね。はい、やっとちょっといい展開になったな。はーい、そうですね、これからですよ。お、向こうもリーチです。さあ、さくらと大神どっちが先に引きが、あ、ローンじゃん。アイス捨ててくれたね、ローン。大神が入ってるので自動的にまあ役が2つできますね。そんな、イエーイ。はい、こんな感じですね。一応ちょっと確認しましょう。リーチ自分で宣言したのと、お題のアイリスがいる。で、さくらがボーナスパイ、対戦相手ですからね、先手です。大神とさくらで明日に向かってきて、で、帝都の休日、大神とアイリスですね。ローン上がりなので得点2倍、これで一発で勝っちゃいましたね。本来はこうなるべきなのよね。はあ、負けちゃいましたか。今度は負けませんよ。次の対戦相手はコクリコです。応援してますよ。相手は変わんねえんだな。前回もあのチャレンジした時この順番だったので、まあ多分変わんないんだと思います。早く遊ぼうよ。遊ぼうよ。はい、はい、そうですね、コクリコがボーナスパイですね。お題でもあるね、コクリコが。お、これはオールマイティですね。だからどの代わりにもなります。一応大神取っとくか。タレブーさん、エイギが、はい、ロベリアまた来たな。入れ替え、入れ、あー、やるのもありだな。やっちゃうか。うんうんうん、いいんじゃない。で、リーチしたら、リーチした次の手番で上がりパイを必ず積もります。だからあと1個自分の欲しいのが来ればもう勝ちだね。実際花火捨てよう。よし、これで上がりパイ積もの必殺技コクリコで飛び出せ。ボイスト被らない、あー、もうボイスト被らないように実況しなきゃって思ってるのにね。そんなことしなくてもロンでした。やったね、ロン。なんで腰抜けるかな。激しくプレイしてるな。はい、ちょっと見ていきましょう。お題が2つあったっていう時点でまず先手ですね。で、ボーナスパイコクリコですね。クレイジーラリー大神とコクリコのミニゲームですね。羽根付きのゲームですね。学友、そうですよね、海軍士官学校で一緒でした。ローン上がりなので得点2倍です。はい、これも一発で得点いっちゃいましたね。はい、勝ちました。
もうちょっとだったのに、今度は負けないからね。次の対戦相手は僕より強いよ、頑張ってね。はい、第3試合誰でしょうか。織姫くん、覚悟はよろしいですか。もちろん。はい、まあ織姫がボーナスですね。お、またこの組み合わせだな。アイリスとレニがお題お、もうコーランが4つ揃ってますね。やっちゃうか、やっちゃうか。はい、アイリスとレニが来る状態を作って、お、もういいじゃん、リーチ。せっかくだから増やす。隊長よろしく。カンナが出るでしょ。するとで、もう一度パイを積もれるで、でリーチをかけて、そうなるよな、こんだけ必殺技ラッシュをすれば。あー、まあ来なかったか、しょうがないしょうがない。はい、ここからちょっと早送りしながら、おオールマイティー来ましたね。定撃マーク、カンナの代わりにそれを使うこと。お見事です。やった、ありがとう、褒めてくれて褒め方がハイテンションだよね。うん、このコンビですから、青い鳥ですね。でもうお題が3つっていう状態なので、それだけで結構いい得点になりました。4700点残り。ちょっとは手加減してください。ごめんなさい。はい、第2局に行きます。私が親をやります。はい、そうですね、親はまあ要は先行手だけです。アイリス捨てて、お、いいね、ローン上がり防げるようになったね、これで。どっちにしようかな、カンナ捨てるか。お、はい、リーチですね。織姫コーラン、もうやめてくださいです。どっちか片方くればもう上がりですね。織姫が、おー、コーラン来ましたね。つも、ありがとうはい、芸者ガールズ、前回の動画でも出しましたね。ね、この二人、さくらとコーラのコンビですね。ボーナスパイの織姫も入ってるので、得点が2800点。どうってことないですまあそうだね、そんなに高い役じゃなかったからね。さくらとすみれがお題。お題がないな。お題がないのも困るな。桜に入れ替えて、どうしようかな。ちょっと保険的に。リーチした次の手番で上がりパイを。うん、なるほどね。コクリコと同じだね。はい、はい。あー、カンナが先に来ちゃったか。判断ミスかな。うん、ちょっと心配な状況になっちゃったな。リーチされました。いやー、出ないなー、出ないなー。せめてテンパイになれば。あー、脳天。テンパイっていうのはもうリーチと同じ状態ですね。あと1個で上がれる状態だったことをテンパイって言います。そうじゃないのを脳天と言いますね。はい、一応 1-2 の直近で勝てましたね。これは何かの間違いで信じられません。はい、とりあえず3試合目まで順調に勝てましたね。次はマリアさんです。そうだね、さっきというか前回の動画ではマリアに負けたから、ここが本番ですね、正念場ですね。お相手よろしく。よろしく。はい、マリアがボーナスパイです。お、さっきと同じお題だね。スミレかサクラ、組み合わせ決まってんのかな。どっちにしよう。まあ迷うとこじゃないな。捨てよう捨てよう。はいはい。一回入れ替えるか。頼りにしてますね。はいはいはい。いいね、コーランの関西弁、頼りにしてますってなんか温かいね。お、一気にリーチですね。まだ勝負は終わっていませんよ。さあ、スミレが来れば上がりですね。よし、積もちょっと待ってください。ちょっとスミレが来るまで時間がかかったからヒヤヒヤしたけどね。
さっきと同じ芸者ガールズに加えて花形スター VS トップスターというのがありますね。しょっちゅう喧嘩してましたからね。はい、お題2個もあるので3300点入りました。よし、その役は計算外だわ。計算する？このゲームで役とか。アイリスとサクラですね。はい、親はマリアになりましたね。どうしようかな。コーラ捨てるか。織姫捨てちゃうか。織姫捨てたら織姫来るしな。アイリス。まあ、ボーナスパイだけどマリア捨てましょう。これどうしようかな。崩すか。うわー、崩したらこうなるわ。次々やってくるレニのパイ。ダメだったな。まあいいでしょう。向こうも脳天なんで、お互い得点の移動はありません。はい、第3局ですね。はい、隊長が親。基本こっちが有利だからね、最初から。だから1局目と3局目が親取れるっていう時点でね、リーチした次の手番で上がりパイを必ず積もるだから、これはリーチさえすればあとは勝ちですね。どれ崩すかだな。お題のレニはキープしなきゃね。お題のレニはキープして、上がりパイ積もう。このまま一気にいきましょう。まだ勝負は終わっていませんよ。なんか混乱するな。マリアが味方のような敵のようなみたいな感じですね。はい、レニのパイ引いたのでツモですね。なんてこと？本当はカンナ、レニ、マリアで一個大きな役があるんですよね。まあ実際揃った時にちょっと別の動画でお見せしましょう。とりあえずこのゲーム勝ったので前回の引き分けの二の舞にはならずに済みましたね。よし、勝ちました。最後の相手ですね。次はまだまだ訓練が足りなかったようですね。はい、次は勝たせてもらう。ぜひぜひ次もやりましょう。最後の対戦相手はかなり強敵ですよ。ふふふふふ。さあ誰だったっけな。エリーか。じゃあなんとですね、最後は私なんです。日本でいうところの影の番長ってやつですか。よくわかりませんね。マリアが番長だからってことかな。本編で喋ってたからね。大神さんの実力確かめてあげます。かかってきていいですよ。第5試合、はい、エリカに勝ちましょう。さあ、やっちゃいますか。やっちゃいましょう。エリカと遊べば何でも楽しいだろうな。はい、エリカがボーナスパイですね。第1局、カヤマと大神がお題ですね。どれか一組を揃えちゃってください。はい、わかりました。エリカをキープして、まあ別にこだわる必要ないか。お題を増やしましょう。私が頑張ってあげます。ありがとう、しーちゃん。メル捨てちゃおう。しーちゃん。かやま。かやま。一応取っとくか。はい、はい。レの神父、岡山ですね。はい、リーチ。もうこれは自分の力で引くしかないですね、運で。負けませんよ。あよ。かやまかエリカのどっちかの牌が来れば上がりですね。ツモ。エリカの方は最初から2000点アドバンテージありますね。1万2000対1万からスタートですね。容赦ないですね。無表情っていうか険しい顔で言うからな。なるほどね。この役、そうですね、お菓子大好きという役ですね。この2人お菓子大好きですからね。マラカス&ギター。エリカのおはようダンスのマラカスとカヤマさんのギターですね。はい、これでとりあえず4300点、いいですね。だからこの組み合わせ、まあボーナスパイと組み合わせが2組あったっていうのと、お題2個っていうので結構得点は稼げましたね。はい、結構いい。いいリードはできましたね。はい、第2局、国技校と花火。今度は私が親をやっちゃいますね。エリカが先行です。どうしようかな。大神取っとくか。タレブさんお別れ。はいはい、リーチしちゃいます。わー、やばいな。序盤でリーチされて、しかもこっちも防ぎようないとなるとな、結構
上がられちゃう可能性あるよな。どうしよう。大神安牌ってことだね。じゃあ大神捨てましょう。もう一度パイを積もれる。もう一度パイを積もれる。今やっちゃうか。よし。で、あ、いいじゃん。リーチした次の手番で上がりパイを必ず積もる。じゃあ、あ、そうか。自動だから、ここでリーチで上がりパイ積も。同じキャラでもボイスが何種類かあるのが分かるね、これで。負けませんよ。今のニャンニャン結構声高かったな。なんか前の3のイメージだとニャン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 っていうこう低音からグーッと行くイメージでしたけどな。マジカルエンジェル容赦ないですね。なんか何回見ても面白いなこの顔な。はい、結構いい役いっぱいできましたね。ルーブル潜入、これ前回喋りましたね。前回の動画で喋りました。パリで一番暑い夏ドラマダウンロードのやつですね。華麗なるマジックショー、これも喋りました。結構このエリカ、コクリコ、ロベリアっていう組み合わせはこの3個できるからいいですね。で、エリカ自身もボーナスパイなので結構いい点数になりました。4800点。セーフティーリードになったんじゃない ?1 万9000対2000だったら。はい、大神さんが親です。これぐらい点数のリードあればね、結構楽だよね。大神さんなんで捨てちゃったんだろう。まあいいや。かやま捨てましょう。エリカ、いや、吐き回そう。花火、まあ、ロベリア来ること信じるか。エリカ、燃えてきました。おぉ、戦闘と同じこと言うね。お題増やすか。私が頑張ってあげます。はいはい。んでこれでお題の C が増えたから心配する必要ないね。でリーチ無効がしてるから安牌のグリシヌを先に捨てようか。エリカも捨てちゃうか。安牌だもんね。大神も安牌ってことだよね。お、花火の必殺技、相手のつも上がりを防ぐ。ロンにさえならなければいいってことだな。よし。さあロベリア来るかな。ロンです。やった。ちょっとだったのに。これ頭ぶつけた時の顔ですね。まあ特に役はないですが、それでも勝ちは勝ちですね。はい、21700対300で大神さんの勝ちです。あう、負けてしまいました。大神さんの意地悪。よし、勝ち抜き戦クリア、おめでとうございます。ありがとう。やった。本当に大したもんだぜ。本当か、そこまで言うことか。うん、その勝負強さ、賞賛に値する。あ、なんか総出で褒めてもらえると嬉しいね。楽しんでいただけたようで、私どもも喜んでおります。うん、楽しかった楽しかった。なんかちょっと今他人行儀な言い方だったね。私も楽しませていただきました。あ、本当、よかったよかった。でも本間のお楽しみはこれからや。そうですね、この後ちょっと紹介しますが、今度はいろんな役を探してみるといいよ。そうだね、役を探すのが目的の一つだもんね。美しい役や華麗な役など。美しい役、まあ分かんなくはないけど。役はまだまだたくさんあるです。うん、そいつはやりがいがあるってもんだな。いろんなことつまらながらロベリアがこう言うんだもん。全ての役を揃えると。揃えると何かいいことが待ってるかもしれないよ。おお、それは楽しみだね。では続けてお楽しみください。はい。うん、勝ち抜き戦をクリアしましたので、自由対戦とパイ編集が選択できるようになりましたということですね。お、こちらが自由対戦の選択画面ですね。
13人全員と対戦ができますね。自由対戦で全員勝ち抜くとご褒美が待っています。まあうっすら想像できるでしょうか。帝国歌劇団は、そしてパリ歌劇団はこの人たちだけではないですよね。ご褒美が待っていますので、全員クリア目指して頑張ってくださいねと。対編集では自由対戦で使用する対戦牌を編集することができます。そうですね、今ご覧いただいた通りこんな感じで、今だったら帝国歌劇団だけのセットとかになってましたけど、ミックスできるようになりますね。対編集を使うと今まで出すことのできなかったいろいろな隠し役を見つけることができるんですよと。全ての役を揃えるといいことが待っていますので、いろんな対戦牌で楽しんでみてくださいねと。うん、まあ、ちょっと試しにやってみますか。例えばこんな感じにすることができますね。なのでいろんなことが、いろんな組み合わせがね、例えばこうすればダブルヒロインとかって役もできるようになりますからね。よし、じゃあ今日の動画はここまでにしたいと思います。次回はパイの編集とかもしながら、それでは引き続き桜大戦ジャンを楽しみくださいと。自由対戦とかもやっていきます。今日はあれですね、生放送でアニメの情報とかが8時から配信されていますので、そちらも皆さんご覧になっている頃かなと思います。伝説の花組がいた。そしてね、こうやって花組対戦コラムスとか桜対戦ジャンとかもやってますが、新花組の桜対戦ジャンやコラムスとかが出ることを楽しみにしながら、そしてモスクワ歌劇団クラーラの活躍、隊長代理天宮さくらの活躍楽しみにしながら、一緒に桜大戦応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。